人間を守るために作られた2体の人形が機械の敵と戦っていました。女の子の名前は 2B。 前線で戦うとても強い戦士。男の子の名前は 9S。 2B を後ろから補助する分析に優れた兵士。二人が組んで戦えば叶う敵はいませんでした。しかし 9S には密かな願いがありました。繰り返される終わりの見えない戦い、こんな世界から 2B を解放したいと。ある時二人は索敵情報をもとにぽっかり口を開けた鍾乳洞の中を進んでいきました。出てくる敵を次々と倒しながら、二人の通った後に動いている機械の敵はいません。